ラ・エスメラルダ・ジラール・ペルゴがドイツ海軍商工用に製造した史上初の量産型腕時計コンスタントエスケープメント・ジラール・ペルゴは1791年創業のスイスのラ・ショード・フォンに本社を置く高級機械式時計を自社一貫生産する高級時計メーカーの一つとして知られている。1864年に日本に正規代理店を開設、長きにわたって 日本市場で販売されてきた。ラグジュアリーアパレルとアクセサリーの分野で世界をリードするケディンググループの一員。同社はもともとジュネーブで創立された。また、市場初めて腕時計の量産を行ったメーカーとしても知られる。もっとも当時腕時計の登場は時期創造であり、大きく広まるには至らなかった。1969年には成功と時を同じくして、 時計ヨークオーツの開発に成功、世界初の量産は成功に譲ることになったものの、翌年にはスイス発の量産にまで至った。その後日本イクオーツの爆発的な販売拡大に押され経営危機になるものの、1987年にイタリアにおいてブライトリングブームを作り出した時計販売会社のトラデマがジラールペルゴのエージェントとなり、その社長で モッドフィアットのレーサー、ルイジ・マカルーソがデザインした時計 GP7000 が大ヒットを呼び、彼女ルジオ・アルマーニが愛用したことで有名になった。5年後マカルーソはジラール・ペルコ社長となり、イタリアの名門自動車メーカーのフェラーリとのブランドライセンス契約を締結。ロゴ入りスプリットセコンドクロノグラフを販売し、2週間で完売するなど人気を博した。その後もマカルウソによる、 経営立て直しは続き、アメリカスカップで BMW オラクルレーシングチームの講演を行うなどの活躍もするようになり、現在に至る。なお創業者、コンスタンジラールの議定で、マリー・ペルゴの辞定、フランソワ・ペルゴは、幕末の動乱の最中である1861年に、来日、横浜に召喚を置き、海中時計の販売をした。すなわち、日本に最初に、 正規輸入されたスイス時計はジラール・ペルゴである。2011年、ジャン・リシャールと共に所属しているソー・ウィンドがフランスの PPR グループ参加となり、2013年の組織改編によりケリンググループの一ブランドとなった。PPR がソー・ウィンドグループの筆頭株主にジラール・ペルゴ、2011年7月4日、2013年6月30日閲覧。 ジラール・ペルゴ・ウィズ・ドミニク・ロワゾー・グレシブ・2013年6月30日閲覧。ジラール・ペルゴから、コンスタント・エスケープメント搭載モデルが、デビュー、2013年4月19日、2013年6月30日、閲覧。ありがとうございます。